第100回全国高校野球選手権記念静岡大会の開会式が今日行われ、日に焼けた選手たちが入場行進しました。第100回のメモリアルイヤーとなった今年の開会式は、前回優勝の藤枝明誠を先頭に出場する全111校が入場行進しました。そして浜松大平台の大桑一光主将が元気よく選手宣誓しました。第100回記念大会を迎えた今日が、新しい高校野球のスタートの日です。最高のプレーで戦い抜くことを誓います。大会は日程が順調に進めば、準決勝は25日、決勝は27日に行われます。